天竜寺は東京都新宿区新宿4丁目にある総当州の寺院。3号は森本山。かつては牛込付近にあり、上野の寛永寺が江戸城の鬼門鎮護の役割をしていたのに対し、天竜寺は裏鬼門鎮護の役割を帯びていた。天竜3年に現在地へ移転した。新宿4丁目交差点の近くにあり、 繁華街のただ中で周囲をビルに囲まれた寺院である。天竜寺の前身は、とう海国にあった、宝泉寺とされる。宝泉寺は、徳川家康の側室である西郷局の父、戸塚忠春の菩提寺であった。西郷局が後に、江戸幕府、第二代将軍となる、徳川秀忠を生んだことから、家康の江戸入府に最初とう海国から、現在の牛込南土町、 斎区町付近に移された。同時になお天竜寺と改めたが、これは、宝泉寺の近くを流れていた天竜川に由来する。天那の大火により消失し、現在地へ移転した。江戸三名章の一つとされる盆章、寺の鐘が現存し、大晦日には、除夜の鐘でその音色を聞くことができる。渋谷川の源流の一つであり、かつては境内に池があった。 天竜寺の時の金新宿区指定有形文化財。元六十三年、第五代将軍、徳川綱吉の側用人として徴用された、牧野成貞により寄進された、字の金。現在の盆章は三代目で、明は四年の中蔵である。関盟寺、市ヶ谷亀岡八万宮の金と、並び江戸三名将と称された。江戸の外れに存在したため、 通常より早く鐘を鳴らし、内藤新宿で遊行する人々に、追い出しの鐘と呼ばれたという、新宿区指定有形文化財。鐘をつく時刻を知るため、牧野成貞により、同時期に寄進されたという時計。矢倉型の台に乗せられており、上部には鐘、下部には歯車を回すための重りがある。時計の文字盤は明治以降の改修により24時間制のものとなっている。 ありがとうございます。